はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラケタクトをやっていきましょう。リアルタイム対戦全回追加でやっていきたいと思います。現状オリハルコン4、85勝83敗に勝ち越ししているところですかね。はい、いきましょうか。100勝いけるかな。そして来週からはタクト、はい、ですよね。モランチームと戦うみたいな。でも戦うしても3フェーズ目からなんでね。はい、対戦よろしくします。ここはちょっと厳しいか。あ、そうだ、魔法カウンターはちょっと無理なんだな。まずな、来るよね。こんな、いや、こんなん解け、マジ。あー、理想的な倒し方。こればっかり、ずっとずっとこればっかり。うちとしては、落とせんよな。こっちから混乱。はい、おしまいです。全く引けない。2100あるんだ。HP ね。まあ、うちとしては魔法カンタ持ってないパーティーと当たって、そこで勝ちを拾っていく、それにつきますね。はい、対戦よろしくします。身代わりだろうがなんだろうがといったところですかね。勝ちたいな。ゼシカ見よう。いや、水着でしかもね、今回のガチャで引けて1凸まで行ったんで、ぜひね、使っていきたい。その参考にさせてもらおう。必殺技で魅了ね。魅了が OK なこといるの。ハーゴン、意外とハーゴンさん、そんなことないか。あ、女賢者は、女賢者あたりは、あー、女賢者あたりで受けてもいいね。半減、高確率だから 60% だから 30% かな、半減で。どうしようかな、1個でよっかな。いやー、出るほどじゃないな。1個出て高速栄翔、高速栄翔はしておきましょう。この子もまあこんな取られてしまうね。あ、こんなじゃない、ミリオね。ドラゴン系はね、虚弱なんで。さあ、どうするかな。右側にちょっとずらしてみようかな。右側に来るかな、来ないかな。え、普通の射程ってどんなもんな。4マス3だっけ、あれ射程。4マスあるんだ、セクシースナイプだからきついんだね。3マス移動の1、2、3、4、うん、そうだね、当たる位置なんだね、一応ね。高速栄翔、まあ、ボーマーのベホマラ打ってもいいな、ゾーマーだから。でも高速栄翔切れちゃうんだけど高速栄翔切れちゃうんですけど、
どうしようかな。でこの子がさ、何かが貯弱だったらありがたいんだけどな。これこっち行っとこうか。狙ってますよ感出しとこうね。いいじゃない。身代わりを取る気がなさそうなんで、その間にうちも着実に ゾーマの射程がどこまでかな。ちょっと待ってね、ゾーマのそこまでね。高速栄翔3つ目、でゾーマは弱点心理は出る。これ少しはちょっとピリッとするでしょ。ガードに入るか入らないか。来るか。オッケーオッケーオッケー、よしよし、それくらいか。剣を打ってく。剣打っとこう。剣じゃないわ。沼張っといて、ガードに入れないように、入るとしても後ろみたいな、そんな感じにしておきましょう。さあどうなるかなこれで。呪いで次受けなかったら嬉しいけどな。1、2、3、1、2、3、あっち来て。あ、やっぱずらすんじゃなかった。1枚分か。1枚分じゃちょっと物足んないな。こっちの方に振っておく、いいでしょう。でこの子もこっちに振っておく。でまとめてラリフォーされちゃう。よっしゃー、ナイス。でだよ。次どうするかだよ。1、2、3、4、次よ次。プラチナキャノンかなんかぶっ込もうかな。プラチナキャノン回復頼む。ナイス。プラチナキャノン、そんなもんか。そんなもんすか。こっちにしました。ボーマラ、ベホマラ、焦る必要はなし。でオーロラッチ、ここで入るよね。まあ入らなくてもいいんだよな。あ、次、ちょっと待って、スナイプちょっと待ってるわ。あー危ねえ。あ、ナイス。あー危ねえ、次スナイプ待ってたわ。セクシースナイプが待ってましたよ。じゃあ賢者女は今回は後ろから後方支援にしましょう。さあどうする、この子はどうする。こっから濃いのを打つ。頼む。いや、あーもうさー、もうもうそれダメだよそれ。4枚、ああそっちか。いやスナイプダメだって。ゴッド、ずれる。いやこれは悪い、部が悪い。
うわ、落ち落ちんのか。さっきまで神竜とかハーゴが受けてたサイクルレクイエムと違うのかな。賢者女受けたの。なんでワンパンなの。あそこが混乱取れてたとして、神竜突っ込んで、はい、対戦よろしくお願いします。もう一緒だね、多分やられることは一緒だね。で、勇者が、あー勇者じゃないわ、あー落ちるか。混乱入んねえんだもん、だって混乱さ。これで、いやこうなっちゃうか。うわー、これ大丈夫か。あ、大丈夫か。危ねえ。で、次よ、次どうするかな。混乱がいいかな。いやいや、デスピ止め、いや、ピサロ止めた方がいいんだよね。デスメラはちょっとダメだから。で、これ入んないパターン、いつもパターンね。はい、終わります。で、取られる。もうおかしくない、この確率が。うちに対しての確率がさ、この最初の混乱取ってないしさ。かよこれ。あ、オリハルコンこれ戻ってきちゃった。もう配置も悪いのかな。はい、対戦よろしくお願いします。で、ギュメイ の返しは引くでしょう、多分。そこがデフォなんだよね。これは落ちる、普通に落ちる、ここは。おー、危ねー。で、ニノたち来る来なくていいところを。さあ、これはどうするかな。混乱枚数が足りてないわ。マゲッちゃんね、マゲッちゃんから行きたいな。で、取れてないでしょ。マジかよ、本当に。で、ここから行ってみんなにっこり。で、あっちから行くか。ね、こっちから。喧騒2人入ら、2人入るさ、なんかないの、いい。回復入るけど、大丈夫、多分。多分大丈夫。もう、やまびこないしな。もう、で、混乱取れる今度は。どうなってんのね、この混乱。 40% ではあるけども、あ、マイナス10とか入ってんのかな。やっぱ耐えらんないか。マジかよ、ほんとに。こっち行く。うん、しゃあない、それはしゃあない。もうあとは真珠に頑張ってもらうしかないわ。賢者女はここから行って、いや、こっちから行って、いや、こっちから行って、真珠のフォロー、真珠のフォローに入ります。これ痛めつけられるから、もう延々回復で、次でバフ取れるから。危ねー、いらねー。
そのさ、トゲだってさ、なん、あ、じゃあ追撃か、追撃。追撃のあれってさ、何パーよ、出んの。こっちかな、こっちかな、はい。ハーゴンのリーダーでドルマ呪文プラス 20% ついてんだよ。それでこのダメージ量だもんな。ちょっといただけないよな。基本 15% ついてて、ハーゴンのリーダーで 20% ついてん。あ、さっきの人じゃん。もうだ、これさ、毎回言ってるけどさ、対戦相手の候補出た時点でやるかやんないか決めさせてほしいんだよね。一緒だもん、一緒。あ、ちょっと待って、さっき、ちょっと待ってよ、さっきどうだったっけ、どっかでなんか、ここまずメダパニボディ頼む。じゃあメダパニボディ頼むわ。なんとこ一緒です。今んとこ一緒ですね。ちょっと待って、メダパニボディを見とこう。混乱無効なら許すけど、違うでしょ。許すマジになっちゃうな。これは落とせなかったんだよ、さっきの結果から。でもなぁ。ここからこれは届かないな。だ、これですね。で、これですね。あれ？さっき落とせたっけ、これ。勇者。これ混乱取れるかどうかが、あー、やっとやっとだよ。でこれしびれ取るなよ。いや取らない。一緒じゃん、もう一緒なの、それじゃ一緒なのよ。開始、それじゃ一緒なのよ。だって麻痺、頑張ってみる。マジでさあ、あ、落ちるわ。さすが。じゃ女は麻痺弱点かな、もしかしたら。はい、対戦よろしくお願いします。オメガか、どうしちゃう、魔法カンタ来るんだな。取れない。あー、これは終わるな、ここは終わるな。これは、いやー、よろしくないな。もうなんだこれ。あ、耐えた、よかった。もう耐えたからいいけどさ、苦しい、相変わらず苦しいんだな。どうする、これゾーマからいくか。いや、これ苦しいよ。苦しい。で、この子はラリホ行きましょうか。ラリホをここ。
うわ、つえつえ。で、キングレオは踏みとどまるが、あー、ダメだ。もう殺戮機械だな。いつか勇者ソロで突っ込んでいきたいな、オメガに対して。天空の剣撃でもいいし、あのデインの扇のやつ、あれでもいい。どっちも刺さると思う。はい、対戦よろしくお願いします。さあ、ここは微妙なラインだな。で、ハーゴンがね、HP50% 切らないと回復が発動しないっていうのがちょっとミソなところで、微妙にね、51% ぐらい残ってるんだよね。あ、これは大丈夫。うん、これミラーも大丈夫。あ、デインのあれがあるか。あー、OK。ナイス。よしよしよし、これはいけそうだな。いけそうだなっていうのは、勝てるかは知らないけど、普通に組合に持っていけそうなところってことね。勝てるかはまた、うちの火力がまたね、問題があって。これ回復されながら来るな。勇者は撃ってくるか。で、勇者から行きたいですね、どっちかっていうとね。ここまで来るんじゃない。ここまで来る。あ、1個前か、剣戦か。あ、まあ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 、あれはラリホーでいけるんで。え、ちょっと待って。と言っても結構入るとダメージ。いや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 、うちのドルマ部隊が強いか、ビアンカの回復が強いか。もうビアンカの回復が強いよな、明らかに。なんだよもうこれ。こうだな、こうだね。はい、こうでいく。一応呪いを発動させた。そこまで OK で出て OK。 よっしゃ。で、これはガボを眠らせます。ガボを眠らす。あ、前に出といてもよかったな。混乱ボディをやってもよかったな。よし、オッケー。けん、1185。あれが一番ダメージ出るんだね、多分ね。いや、ダメージの削られるぐらいもうちょうどいい感じだったかもしれない、ハゴン。ナイス。オルゴドミイラにしてもそうだけど、絶望だよね、回復されていくと。踏みとどまって全回復とかね、オルゴデミーラ。だ、凍てつく波動とか剣撃とかで一回バフ剥がし、あ、それもない、関係ないか。はい、対戦よろしくお願いします。あ、麻痺ちょっと 見ようか。麻痺、うちの麻痺具合。神竜と賢者女。混乱、ハーゴン取られんなよ、混乱。
マデスさん来て浮上の息打たれて50パー以上は残ってる状態で、またライトニングブレス勝負になるかもしれない。落ちるか落ちないかは、ちょっと待って見たいな。麻痺麻痺等倍、こっちはあ、著弱なんだね。そうか、あ、大丈夫だね。これちょうど 50% 切るって感じ。こんな取られるんだよ、頼むよマジで。次来て、デインのあれが来てか、あ、そっちに狙われたか、危ねえ。あ、マデサマデサゴーラ、あれか、魔法カンタか。いや、これどうだ、ここ次第よ。よしよしよし、いいダメージ量、よし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 。相手は絶望しているだろう。何、でこれはマデサゴーラからいきます。あー一発だもんな、もうな。ドルマ電員強化じゃないの今週、どうなってんの。どうなってんの。いや、これみんなにっこりできたいんだよな、いけないな。で喧騒にしようか、喧騒喧騒、これで落ちるね。こっちはこっちも落ちるね。あ、ナイスナイスナイス、オッケー。はい、ピサロに行け、ピサロに。看護犬とか行ったってしょうがない。でこれ混乱2枚さすがに止まるっしょ、2枚回ればさすがにな、言っとくよ、さすがに止まるよな、さすがに止まるよな。あぶねー。さあここでこんな、まあ心理は大丈夫だね、こんな取られないね。沼沼沼でいいよ、沼よし、もうハーゴン様様だな。はい、対戦よろしくお願いします。いやオメガな、あ、ちょ待って、オメガこんなん取れんじゃん。あー、こんなん取れるんだ。さっき戦った時どうした、ちょっと絶望感にしがれてたな、全然見てなかった。そうか、で、かばうものか、かばうもの。で、バラモッちゃんな、バラモッちゃん憎めないよな。バラモッちゃん憎めんよ。あ、ちょっと回復いるんだ。でここはありがたいことに全部あの子が吸い取ってくれるけど、めっちゃ刺さってない。出てくるかな、出てきた、 OK。 じゃあ混乱取らせていただきますね、これは混乱取らせていただきます。 1,2,3、 うん、で、かばうものも3ターンまでかな、違うのかな。本当はこのオメガ出た後にこの子が入りたかったんだろうね、だろうね。
どうしようかな、これはいいよね、打っていいよね、ここは打っていいね。あ、ナイス、もう完璧じゃん、カバーも最高じゃん。でこれ鬼コンは届かないね、よし、バラモッチャンは出てくるのみよ、ありがとう。どうしますか、これはバラモスに混乱入れてるか、それともラリホにするか、ラリホがいいかな。あ、違う、あの子いるんだ、あの子がいる、ちょっと邪魔しないようにこっちの方で待機にします。そうか、あの子がいるのか、次真珠でいい感じにサラサラしてほしいな。あー届かないのか、まあこれでいきますかね、ここですかね。もう一個隣でもよかったな。うわー、そんなか、呪い玉いく呪い玉いく、ここに立って呪い玉、ちょっと待って、これなんかよろしくないか、なんかここでプラチナキャノンで落とせないかな。あー、バラモッチャンダメか、落とせないか、混乱どうなるかな。久しぶりにネグロゴンド受けるな。あ、そっちから来るか。ああいいよいいよ、もう賢者女持ってちゃっていい。でこれはラリホーやっとく。いやー届かないんだよな、こっち出ちゃってもいいか。あ、もう一旦あった、よかった、よしよし。あ、危ねえ、しかも起こしたら、まあ打っておくか、ファイヤー、ここちょっと届かない、突き飛ばしてもいいかもしれないね、突き飛ばしで、ああ、そうかそうか、それもあるね、沼から沼に移動させてダメージ取るっていうパターンもありましたね。あと1勝して90まで乗っけたいとこですね。はい、対戦よろしくお願いします。ここはちょっとあれかな、
あ、ホイミとホイ、あ、昨日当たんなかったかな。ホイミとホイミスライムで、めっちゃ火力出てるんだよね。でも配置が違う気がするね、昨日とは。剣戦だろうね。不死鳥天台で来るか。休みを狙ってくるか、バタフライ落とすか。バタフライが落ちないようになってれば剣戦ですね。アーゴン対象。あー、オッケー。あー、よしよしよし、いい流れきた。こっちから行く。これで、ハーゴンは一歩下がる。ハーゴンは一歩下がって、これナイス。これでいいかな。これでいいか。勇者なんだっけ、揃って。で、あのミリ数でもジゴストームで落ちないあたり、落ちないんだよな、あの草だな。うん、あれで麻痺だっけ。そうだよね、あれで麻痺つきだよね。あー、いた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 。じゃあどうしようかな、これ回復。ちょっと待って待って待って待てよ。ここからこれ行く。 OKOKOK、 いいよ。ソロ3発いってやるよ。もういってやるよ。賢者女の弱さ。行ったるよ。行ったるよ。はい、2回目。これ4回打ち込んだって人いるかな。あとはここ前は壁でいいからさ。次あたりデインのあれで来るんじゃない。メラのあれで賢者斧落としてるよ。賢者斧は落ちてもいいわ。どっちを狙うか。デインで前2人を狙うか、うん、よっしゃー、もう取りたくなってきたな。ここに来てさ、呪いで動かなくなったとかさ、それまでなかったくせに。どうしようかな、後ろの邪魔者やる。ここでいいか。ここでいいね。まあこっちでいいや。いや、3回打ち込みたかったけど、状態上。これさ、マス消えてんのかな、下。下残ってる？これ。これ頼むぞ、賢者女。力見せろよ。力見せろよ。などこで出すの、あんた力。マジで。ベホマラってどうなってる？こっからベホマラする？やまびこ！ここでやまびこ来た！やまびこ来た！はい、混乱。3回目。取ります。次混乱入るからね。次混乱させて、ホイミから行こうかな。お、やるね。必殺来てもメラは一応大丈夫なんで。あー、ハーゴンやられんだ。後ろ行こうかな。後ろ行こうかな。
いやこれさ、また落ちないよこれもういい加減にした方がいいよ、賢者女。ゾーマみたいにバフが上がってこないことには、マジでマジでさ、なんとかしてくれこれ。もうそれホイミンがすごいと言うべき。これさあ、やっと念願のちゃんとした混乱が取れました。ここまで打ち込んだ人いますでしょうか。やるなあいつ。え、何その AI、 おかしくない？ホイミン殴るんじゃないの？じゃバフ乗ってるかな。あれは相手にしか効かないのかな。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。